はーい。カゴンマン風景を楽しみながら仮想空間で、か仮想世界かで、カゴンマンリスニング、今日もよろしくお願いしますね。あ、ここはね、まあ泉町スタートで、これから桜島フェリー乗り場の横を通って、水族館の横に行きます。ほいでですね、今日のゲストは、鳴彦先輩。まあ、鳴彦先輩のちょっと紹介をしますとですね、設定では私より2つ年上ってなってます。はい、あ、先輩と、それから、大樹、夢子のさん、3人はね、同級生っていう形で、で、鳴彦さんはですね、2つ年上なんだけど、年下の人間に対しても、優しい言葉を使うっていうか、先輩は「おい、こわ、お任せ」って言うけど、この成彦先輩は「おまんさを」って言ってくれるんです。おまんさ、そして私を呼ぶ時は、お任せさんだおうっていうような喋り方をする人、いや多かったですよ。先輩の中にもね、まあ一番多かったのは、そのいわゆる先輩の「こわこわおい、だ何しよってるや、なんちよ、はよえ」っていうような人も多かったけど、でも大胆におって優しかったですよね、我々の。頃の、いや2歳上の先輩の方がね、強力にあれを印象に残ってる。いや1つ上の先輩もいらっしゃいましたよ。でもね、その人なんかはね、なぜかね、おとなしかった。多分その2つ年上の先輩たちが強力やったのかもしれんですね、キャラクターがね。だから自分たちの出る幕じゃないと思ったのかもしれませんけど、いやこういうね、どう言うんだろう、同じ籠間弁でもですね、私が育った環境と、あ、ここは、あ、右方はあれですよ、ドルフィンポア土地、ここはないかなりですね、テントを今張ってるところですね、まあそれはそれとしてですね、画面が切り替わりましたね。これはね、星ヶ峰から、あ、左側に今ちょこっと見えるんですよ。ここは広く行きなんです。でここが田上に行きますけど、まあ地名この風景の話ばっかりしようと、カゴマ弁がなかなかでっこんとですけど、ちょっと切り替えますからね。これで今日はですね、鳴彦先輩が私のこの部屋に遊びに来たという設定します。いや、あの近況報告をしようかと思ったんですけど、ね、同じアイスとならカゴンマ弁で先輩と話をしながらした方が良かったでしょうとか一応思ったもんですからね、急遽そげな設定してみましたがよ。じゃあ始めますからね。鳴彦先輩、すいません、こういうのとこまで来てくれやって。なあ、よかったと、たまにはな、あたいもな、外へ出らんなっちゅう思っちゃったとこやって。鳴彦先輩、すいません、鳴彦さんち言ってよかですかね。よかどう、ないでよかどう、わいちゅうてんよかどう、わたいせえな。いや、そげんもいかんでしょ。ほいで鳴彦先輩、いけんですか、今私のこの部屋の第一印象は。そうな、思ったこと言うてよかと。あ、いいですよ、ええな、どうぞ。ないな、このひちらかりようはですよね。あのですね、あ、すいません、鳴彦先輩、ちょっとリスナーの人に話をしますからね。本当ですよ、わっぜしちらがちょっとですよ。いや、あれですよ、
今で、ちょっと待ってください。成彦先輩、成彦さん、成彦さんですよ。ビデオスライダーの話をしましたけ。いや、来たことじゃねえと、なよ、そのビデオスライダーちゃん。いや、あいですよ、これ。この部品、こうないか分かるですか。若いもんや、あたはな、自慢じゃねえの、模型とかせなったら全然仕事はおかねえと。ちょっとな、なるこさん、ちょっと待ってたらね、リスナーの方に今音を聞かせてあげたい。ないよ。いやいや、ビデオスライダーの心臓部。ないよ、そのドックンドックン言うと。いやいや、違います。ならですね、いいですか、リスナーの皆さん、回しますよ。わかります？なんか回転してるっていうのはわかるでしょ。スムーズに。これがですね、ビデオスライダーのね、心臓部。もう一回回しますよ。ほら、右から左にこうずどっちけ。私の方から見たら右からだけど、こう左にずっと進んでいく。そうするとですね、映像がですね、生きるんですよね。大がぶりしとおはんな。いやいや、ですよね。いや、成彦さん、素人って言っていいですか。あ、いうこと？なご、素人の人は、ビデオスライダーの素晴らしさがわからんとですよ。じゃろかい。いけんなと。いけんなと、違うですね。今ほら、あ、ここですか、ここはね、どこやったっけ、渋新方からですね、松山の方に行く途中が、なんか通行止めになっちゃって、ここは何て言うんですかね、高速道路やろか。旅館はわからんとですけど、そこ行くところですよ。あ、そうな。ああ、なんとかって書いてありました。あ、もうすぐインターチェンジをね、降りるはずですよ。ちょっと待ってくださいね。いやいや、こう、画面を見ながら、どうですか、成彦さん。これ何インチよ。あ、この文字ですか。これはね、27型です。成彦さんは愛ですか ?YouTube 見えんですか。何や、見らんと、あなた。そう。あげなって、あちゃんでください。あ、ほらほら、松山っていうか、もう、あと500メーターばっかりで。これ何月やっと。ああ、今ほら、セイタカアワデスソウがズンバやから、10月か11月やったと思う。あ、10月かも。10月の22日やったかもしれん。ああ、ほいでよ、そのビデオスライダー行けんのだったと。あ、ビデオスライダーですね。今まっすぐするじゃないですか。これをね、カメラをね、左に向けたような感じ。イメージがわかんな、大切だな。あ、そうですか。ああ、早くはいですね。ちょっと待ってくださいね。こういうから行けんなったっけ。あら、ああ、成子先輩、ここはどっかわかるですか。どこ、ここは。雨が不調いな。真っ白いですですけどね。ここはですね、丹山駅から、降りてきたの225号線、これ右の方にあるでしょう。これはね、情報高校です。あ、こういうなとこあった。おお、この橋は何ちゅう橋。橋の名前何やったっけ。橋の前はからのんか川はですね、長田川です。ああ、そうっけ。おはんなおめんひんも走っとや。あ、ですよ。前はね、走らなかったんですけどね、去年ぐらいからかな、雨日もはしごしましたよ。よかやな、雨冬もな。これは何時頃やろうか。いや、ちょっちわからんけどですね。あ、今んところ左に行けばですね、あいですよ、丹山電停。知っちゃうんですか。何度か行ったのかな、覚えちろん。あとはあんま丹山号には混んでやな。あ、ですか。ほい、あ、ほいでですよ。
ビデオスライダーで、おはんなそのビデオスライダーを作って公園ちっちゃらかせんだな、なんとは。いやいやだ。だからですね、ビデオスライダーはレールもいるんですよ。レールもいるんですよ。お花さん手遊びをしやんな。いやいや、ついついですね、あのリスナーの皆さん、こう覚えとってくださいね、この音ね。ほら今ね、私の右から左、今度は左から右、 DIY をする人はあーなるほどなるほどと思うかもしれない。ほら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 、黄色いさくらんぼ。いや、嬉しくなりますよ、ほんのこと。ここはどこ？あ、ここはね、私中学校の横というか下というか、そこあたりです。あ、もう私を通り過ぎたところですね。ほんで、こいからですね、確かそこの自願寺の方に向かうはずです。すいません。ダイヤったっけ？おはんも言うどな、人を呼んつけ女性、あたいがなおめをけわせだぞとな。でした。あ、なるひこ先輩、すいません。なるひこ先輩にはちょっと今日用意してなかったけど、あの、私だけ麦茶飲みますからね。もうはんもたるらいな、もうだませてのめにあたいな、今のんきたばっかりでよかと。ちゃっとんからおはんもすらいな、おはんのタロキやったりな、腹くんとほら、じゃったかもしれんですけどね。いやいや、あ、ちょっと待ってよ、はんね、ほんなね。ないこんな。ね、設定を変えようか。設定を変えます、すいません、皆さん。なるひこ先輩、なるひこ先輩にそこに麦茶が用意してあるけど、飲めらんですか？ああ、よこどん。この麦茶どこせよ。いや、どこせいかわからん。どっか太陽かどっかで、あゆ袋入り中がほら、あゆこう来たみたいですよ。あ、そうな。まあ、飲んでみれ。うん、麦茶やな。いけんですか？麦茶やろ。いや、おいしいとか。いや、おいしそうもんの。麦茶やら一応分かっとくから。何ですか？ほいでお花出すと。設定を変えたとかな。あ、私はですね、こっちね、さっき昼の後にですね入れてたのあれがあるんですよ。ないっけ、これ蜂蜜お湯未来の生姜入りっちゅうやつだ。さあ、お花ひょつらばんばたらせんやですよ。そうなんですけどね。いや、もうこれで十分ですよ。私は前じゃないな、お本がそっちあればそれでよかごやでやな。で、ちょっとすいません、あ、成彦先輩、乾杯しましょうか。いやいや、音で楽しんでもらおうかしら。ちょっとこう前から離れしますかね。はい、乾杯。やっぱりやな、これ100円のワイヤーどうやな、ダイソーでこうやっただ仕事ですよ。2つともダイソーです。音がやっぱりダイソーの100円の音やらいな。ですけど、もう一度しんみや、もう一回してですか、同じにしますよ。ですよね。合計税込みで220円ちょっとですね。まあまあいいですが、ちょっと飲んでみますからね。なご、あれが生姜がちょっと濃いかった。まあいいですがね。あ、ここですか。ここはね、あれですよ、まぐれたとこ。どこを渋市からね、岩川に行こうとか一応無駄ところで道をまっこたような感じがして、走りながら、ここはどこけ、ここはどこけって、もう一度したげなですね、あれですよ、樽水行き、樽水方面か、ほいでちょこっともうちょっとはしたげな、今度は鹿屋市でっきやせんかったっけ。いや、でこかでけんかわからんです。さっきちらっと編集した時ですね、見たんですけどね。ああ、そうな、じゃあどうやな、こうほらまだ日がたけこりやってよかどんか、今か黒なっとき
なあ、ここはどこけ、ちゅときはここロベセモンやってやな。ちょっと待ってくださいね。今せっかくやからこう見てみましょうかね。やっぱりね、こうどこやったっけ、そこ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 今あったでしょう、金谷市地。もう岩川にいつもやって、金谷に金谷のあれがパッチ、まあほら入り組んじゃったでしょうね、ここやったよね。じゃあどうも、ええー、って思いながら仕方ですよ。何年ばっかり前よ。コンタですね、2年半ばっかり前ですよ。ああそうな、まだやな、新型コロナの頃やな。ですよ、でしたでした。ほいでほとんどまだほら車の行き来がない、矢の愛が向こうから来んですもんね。ほいでよ、ほいでやったら何言えばええと。いやいや、あの成彦さん、おここここここ今右の方に牧野原地、今見れば出ますよ。だけどね、ああそうだそうだ、さっきほら雨が降っとき左に行けば、何っけ、タンニャマデンテチはなかったですが、あれとは別の日ですよ。横でしょう、内側を、いやいや、こう走り回ってるのもいいでしょう、ちこです。ここはですね、右がほら、タンニャマ駅だけど、ここは日本最南端の電停、はあ、なんかそれアイガットや記念碑かないかと。いや記念碑はないですけどもね、まあとにかくそう最南端なんです。あら、この左の方は昔はこの一級を、こう何やったっけ、これ枕崎ブスキ線形、あれが必要なのかった、あでしたよ。何年か、それこそね3年ぐらい前ですね、あれが高架橋投稿になったんです。ああそうな、あここはいいじゃな、ああここは見るやほら電停がな、おおはんもすっじゃなですよ、思う方ですが、もうこの動画ばっかりでですね、あれまた店が変わったな、あここあれですよ、ね中山バイパスからねの一級上の方です、希望が丘と、それからもうちょっと行けばまた自由が丘所ですよ。ああいやな、よかとこいやな、わかりますか、うん、分かってよ、ほらおはもとどいやせんけ、空が近い位置ですよですよ、もうなんちゅうですかね、こう団地の中に緑があって、でその向こうに青空があって雲が浮かぶち、まあ声がやっぱ鹿児島のよかとこいかもしれんですね。うん、ああいうのあたいもな、おはんが YouTube あんまり見らんしたと、たまーに見たどんかを、ここに27方やったっけ、あですよ、こうもほら一気そばで見りゃまた違うな感じがな、あですよね、改めて言われるとそうです。ああやってた、あ成彦先輩、この動画はですね、もうちっと行けば終わりですからよ。な成彦先輩すいません、今日はほとんど、成彦先輩らしいところを私が引き出せなかったけども、こういうかもよろしくお願いしますからね。ああよかどよかど、おーああ向こうも言ったら、からずっと向こうぎんな、うん、ほんならあとは意見すればいいかと、ああそう残りのあれを麦茶を飲んでください。はい、ということですね、この動画はこの辺りでお開きになります。まあ試行錯誤を続けますからね。はい、よろしくお願いします。